はい、おはようございます。栃木の竹新農場です。今日は、6月の10日です。で、5月の、ね、上旬、ゴールデンウィーク明けに植えましたつるなしインゲンがかなり大きくなりました。で、花も咲いてます。よいしょ。はい、こういうふうにね、花が咲いて、実も、収穫した方がいいな。はい、花が咲いて、枝もね、このように大きくなってきました。で、下の方の葉っぱを見ますと、ちょっとね、こういうふうに、見えるかな。はい、茶色くなっている葉っぱがありますので、これはちょっと込みすぎなので今からこれ摘用します。で、竹志農場の動画ではね、葉っぱも生きているんで、あまり一度にたくさん取っちゃダメよっていう動画をね、何回も流してるんですが、こういうもうね、茶色くなってしまった葉っぱに対してはもうね、死んだ葉っぱなので、こういうふうにね、茶色くなっている葉っぱは死んだ葉っぱなので躊躇なく取っちゃいます。はい、これはもう1日に何枚っていうのはルールは作んないでね。はい、よこしょ。はい、これ2枚取りました。中の方にもやっぱりありますね。はい、3枚。4枚。あとは大丈夫かな。あ、後ろの方にもありましたね。これももう後ろの方であまり。で、もうね、半分死んでしまった葉っぱは、もうね、ちょっと触ると、この付け根の方からね、まあ、こういうふうに、茎から出てるんですが、ちょっと触るともうポロッと取れちゃいますので、もう 手でね、ハサミを使って取るというよりは、もう手で反対側にこう折るという形でね、簡単に取れてしまいますので、まあ、こういう葉っぱはね、極力嗅いじゃってください。はい、じゃああと1本ありますんでね。おお、っと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 、なんかね、今ちょっと蜂ですね。大きい蜂が飛んできました。びっくりした。今の季節ね、もう蜂がだいぶ動き始まってますんで、蜂はね、刺激与えないようにね、近づくときはちょっと注意して近づいてください。こちらはね、何もしない、敵じゃないつもりで近づいていってもね、蜂はもう警戒しますのでね、注意してください。あー、びっくりした。竹志の字はね、蜂毒アレルギーなんで、蜂に刺されるともうパンパンに腫れちゃいますんでね。はい、蜂は気をつけてください。あ、びっくりしました。はい、で、こちらもね、結構葉っぱ黄色くなっちゃってます。はい、ここですね。はい、これ葉っぱ3枚、これ取っちゃいましょう。よっこいしょ。この辺からブチッと折れるかな。よっこいしょ。あ、折れましたね。はい、3枚。これも取っちゃおう。4枚。あ、これも折れちゃった。折れちゃったんで、これ一つ取っちゃいます。ここに1枚あったな。これはちょっと、タイミング的には遅くなっちゃってますね。もうちょっと早く取ってあげてもよかったかな。あれ、また落ちちゃった。で、自然に落ちた葉っぱも何枚かあります。よっこいしょ。はい、こちら、これも取っちゃおう。よっこいしょ。よし。はい、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7、8、9、10、11、12枚、12枚と取りましたね。はい、これは近くに置くとね、やっぱり病気とかそういうの原因になるんで、ちょっと庭の方に捨てちゃいます。
はい、そういうことで、つるなし人間の適用ですね、まあ、古くなって、もう光合成ができなくなったような葉はね、まあ躊躇なく取っちゃいましょうという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。